2024年6月10、25日水中動画専門のダイビング佐伯が和歌山県串本町の大島というところに行ってきました。末ダイビングサービスさんにお世話になったんですが、新しくこうやって綺麗なダイビングショップに変わりました。そして初心者の方にも分かるように少し説明させていただきます。ダイビングというのはダイビングする前に、今日のガイドさんの夜ブリーフィングという説明があります。ダイビングってどういうふうにするのかとか、要はそういうふうなのがなんかみんな知りたいみたいで、ちょっと、はい、今からこれをこういうふうなのブリーフィングというか、海の中での潜る今日のダイビングの仕方を説明してくれるんですね。何を見たいか、水温はどれぐらいか、どういうふうな地形で行きますかみたいな、何分潜りますかみたいな、本当にダイビングやってる方は皆さん分かりますが、そういう説明を聞いて、そしてこれは水中、私のカメラじゃないんですが、水中の中に一旦カメラをつけます。そして水没してるかしてないかというのを見てですね、水没してたら中に水が入ってくるのでしてないっていうのを確認してからダイビングに行きます。港ですね、港にこうやって私の機材を運んでくれました。ありがとうございます。ダイビングショップのオーナーでした。そしてここは漁船ですね、漁船で乗ってダイビングに行きます。今日のメンバーですが、ちょうど水温も冷たいということでドライの方も、いらっしゃいました。私は6番の2ピースでしたが、やっぱりドライでの方がいいなという感じがしました。水温は22度、23度でしたね。少し冷たく感じました。そしてこうやって、海の中に潜るときはウェットスーツやドライスーツを着て、そして、沈めるために逆にウェイトベルトでウェイトをつけて少し重くして潜ります。でないと浮いちゃうので、泳ぎが苦手な人でもダイビングは可能です。そしてこうやってポイントに漁船で行くんですね。今日は1本目はアオリイカをメインとした感じで、これは私のカメラですね、水中カメラです。これアオリイカの卵なんです。アオリイカが来てここに卵を産みつけていくんですね。そしてこれは普通の山の木なんですが、ここへ産みつけるようにここの末のダイビングショップの方がこういう木を切ってきてつけて動かないようにして、そしてここにアオリイカがこうやって産卵に来ます。最初は遠くから撮っていたんですが、この木の中に入って、そして自分も木のような感じで撮影をいたしました。イカが私を木と思ったかどうかは分かりませんが、このアオリイカは大きいので60センチぐらいあったんじゃないかなと思う。もうちょっとあったかも分かりませんね。大きなアオリイカでした。そして、これでは分かりませんが、頭の上あたりには周りには多い時では20匹ぐらい集まってきましたね。で必ず、
オスとメスとのペアでこういうふうに産卵に来ます。まあ、私があれなんですが言うのもおかしいんですが、くっきりとアオリイカの目がわかると思うんですが、この時は私一人が53分間この場所で53分間、水深は23メーターぐらいのところでしたね。23メーターぐらいのところで53分間私一人だったので、あの木に隠れて撮影ができました。他に、ダイバーがいて一緒に撮ってたらやっぱり邪魔になるし、迷惑がかかるのでそれはできませんでした。なので今回はとてもラッキーです。こうやって私の本当にそばに集まって、こんなアオリイカの産卵は すごいとしか言いようないぐらい私は興奮しながら撮影をしました。あと最後ですが、このアオリイカの終わったらネコザメがあります。ネコザメもとっても珍しいので見てください。
これですね、猫ザメ。これは本当に日本では私、ここ以外には行けるところはわからないぐらい珍しいと思いますね。で、水温も、20度前後ぐらいのところかなという感じがします。ということは若干冷たいところが猫ザメが好きかな。私は、割と海外でも潜っていますが、オーストラリアのフォスターカリーで猫ザメを撮影したことがあります。あと猫ザメにそっくりなんですが、この猫ザメの模様がなんて虎みたいな形になっておるんですが、模様がですね、ガラパゴスではヒョウのような黒い点々の、名前は定かじゃないんですが、まあ、猫ザメとそっくりな黒い点々の猫ザメは私はガラパゴスでも撮影したことが何度もあります。なので私の知ってるこの猫ザメかというか、猫ザメ、サメの一種の猫ザメなんですが、海外ではオーストラリアのフォスターカリー、ガラパゴスと2つですね。あと日本のこのスエです。まあ世界中ですので、まだ他にもたくさんいてると思うんですが、私が知ってる限りはこれだけですね。南米、北米、オーストラリア、アジア近辺、アフリカ、中近東、もう今年は潜りましたが、この猫ザメに関しては、本当に、この末で見れるということは、また日本でも皆さんよかったらこの猫ザメを、見に来ていただいたらいいかなと思います。とにかくじっとしている、先ほど見た泳いでる姿は、まあ、稀ですけれども、まあ、岩の中に隠れるのでこれがちょっと嫌でしたね。こうやって岩の中で隠れてじーっとしてるというか、だから出てきて泳いでくれたらラッキーみたいな感じでしたね。
このネコダミですが、私はこの左のところになんかお尻の手前にちょこっとこう2つ出てますよね。これはサメ特有のおちんちんなんです。サメにはおちんちんが2つついてます。なぜかは私はわからないですが、とにかくおちんちんがサメは2つついてます。それをわかるように私は後でアップを載せますね。アップを取りました。これです。これがサメのおちんちんが2つついてるということですね。珍しいと思いますね。サメもこうやって前からばっかり取る、基本ジンベエでも出たら前から取ろうと思うんですが、私は個体、要はオスかメスかというような、やっぱりそういうふうなのも、興味深く見たいなという感じはします。あ、っていうのはですね、ハンマーシャークなんか見ても分かるように、このエリアはメスが多いなと、サメが。またバハマもそうなんですね。バハマもタイガーシャークがあれだけ出てるんですが、ほとんどメスかなみたいな感じ。オスのタイガーってどっかいてるんかなっていうぐらい、こうオスかメスかっていうのをこう見分けるということ、その地域にはオスが多いとかメスが多いとかいうのが分かりますね。そして、サメのメスですが、全部というわけにはいきませんが、だいたいハンマーヘッドシャークでも肩ですね、肩に傷がついてるのはほとんどメスですね。オスが噛みついて、子孫を残そうとするんですね。もうこれは私は、オーストラリアの、サウスウェストロックスというところで、オーセが、交尾しているところを私は撮影をがっつりしました。なので、オーセもそのサメのメスの傘をガブッと噛んで交尾をしてましたね。そういう風なサメの特徴なんでしょうかね。だから傷がついてるのはメスが多いと、背中ですよ、背中の傷がついてるのはメスが多いという。こうやって泳いでくれたらいいですね。
これはカエルアンコウですね、白いの。これはクダゴンベですね。黄色と白のこういう風なところにいつも生息してますね。これ、オウモンカエルアンコですね。なんか汚らしい言うたらオウモンカエルアンコに失礼ですけど、とにかくグロテスクでしたね。
オモンカエルアンコが泳ぎ出しました。それを撮影しますね。これは熊の海の赤ちゃん、卵、岩に産みつけてますね。それを撮影をいたしました。そして群れハトというダイも少しいましたね。珍しいかなと思って撮影しました。そしてクラゲもいたのでこれも撮影しました。もう上がる寸前ですね。でダイビングが終わるとこうやって漁船にまた戻ってきます。ありがとうございました。本当に最後まで見ていただいてありがとうございました。撮らなかったけどいいんですか、私だけ撮ってて。